こんにちは、田中愛です。阿部道広です。今日の一曲はカナリア。どうぞ。児童合唱団の皆さんの歌でお聴きいただいています、はい、こちらは大分市民合唱団ウィステリアコールのご指導でも有名な飯倉貞子さんが今から30年以上も前に立ち上げた児童合唱団だそうです。ということはですね、すでに大人の人たちも、うん、かつてはこのアンジェルスで可愛く歌っていた人たちがいっぱいおるんですね。そうですね、まあ、と言いますか、そのままウィステリアコールで活躍という皆さんも多いそうですよ。いいね、もう小さい頃から歌に親しんで、まあ、歌とともに大人になったっていうことですね。ね、素敵ですよね。いいですね。さて、このカナリアですが、はい、ご年配の方にはとても懐かしい歌ではないでしょうか。私のことですか。いや、いえいえ。作詞は詩人の西條八十、作曲は浜辺の歌でも知られている成田富蔵です。大正7年、児童雑誌赤い鳥に発表されました。あ、いい歌はね、いまいちピンとこなかったんですけど、歌い出しのね、歌を忘れたカナリアっていうぐらいがなんか頭に残ってますね。そうなんですね。はい、それで阿部さん、童謡って何でしょうか？童謡？うん。子供の歌ですよね。そうそう、その通りなんですが。子供向けですよね。はい。当時はもう少し狭い意味だったんですね。そうなの？はい。大正時代、わらび歌や学校用に作られた幼稚園唱歌などとは一線を画すといいますか、うん、文学雑誌でもあります赤い鳥が主導して、児童文学の作品や詩に曲をつけて、子供の心を豊かに育むものを童謡とするというようなことが言われていました。なるほどね。うん、かなりこう格式高い感じですね。そうですよね。まあでも親しみやすいというのはありますよね。子供向けですからね。そしてその最初の作品がこのカナリアだと言われております。なるほど、つまり新しい子供の歌の誕生ということですね。そうですね、まあ、そんな思いそのまんまね、まあ、童謡はこれからも子供たちの心を豊かに育み続ける存在であってほしいですね。本当にそうですね。今日は童謡カナリアをお届けしました。それではまた来週。こんにちは、田中愛です。阿部道広です。今日の一曲、犬のおまわりさん、どうぞ。犬のおまわりさん、大分市民合唱団ウィステリアコールの皆さんの歌でお聴きいただいています。すごい楽しい感じですね。ね、一緒にバン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 って歌えたりするので、ね、ウィステリアコールのさんといえばですね、もう番組でもおなじみですね、うん、創立70周年を超える歴史ある合唱団ですからね。はい、その通りです。毎回素晴らしい合唱を聴かせてくれていますが、今回はこれまでの演奏会での録音をいただいてお届けしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、この犬のおまわりさんといえば、はい、竹田市出身の童謡作詞家で童話作家、詩人の佐藤よしみさん作詞ということで、大分では有名ですよね。そうね。うん。竹田といえば滝廉太郎。はい。だけど、この佐藤よしみさん忘れてたんですね。うん。なんだってね、犬のおまわりさんの他にも、
末いろいろあるんですね。そうなんです。たくさんあるんですけれども、実は私もよく知らなくて、調べました。はい。今でもよく歌われています、はい、アイスクリームの歌や、お相撲くまちゃん、それから、グッドバイなんていうのもありました。です。グッドバイ、グッドバイ、グッドバイ、バイって言われますね。そうですね。はい。で、まあ、犬のおまわりさんに戻りますと、はい、作曲は、さっちゃんはねのさっちゃんでも知られている大中恵さん。はい、1960年にチャイルドブックに掲載、発表されました。で、この本の別売りにあった、そのシートが初録音だそうですが、はい、この、そのシートって何ですかね？昔はですね、はい、黒い硬いですね、レコードじゃなくてですね、もうペラペラのですね、もうなんか、安い感じのやつがあったんですよ。はい、でこれやっぱけどレコードなんだけどね、大体雑誌の付録ですわ。はい、表紙の裏とかに貼り付いてましたね。でもね、ちゃんと音が出ます。このそのシートを聞き手ばっかしに、はい、母ちゃんにプレイヤーを買ってもらった覚えがあります。懐かしいですわ。そんな思い出があるんですね。ありますね。それにしても、泣くばかりの子猫に犬のおまわりさんは困り果ててワンワン泣くっていう、本当にほのぼのとした歌ですよね。ですね。まあ親子でね、この笑ったりね、泣き真似しながら歌いつないでいってほしいですね。そうですね。今日は犬のおまわりさんをお届けしました。それでは、また来週。こんにちは、田中愛です。阿部道博です。今日お届けする一曲は、赤い靴。どうぞ。赤い靴、先週に引き続き大分市民合唱団ウィステリアコールの皆さんの歌でお届けしています。相変わらず素晴らしいハーモニーですね。そうですね、うん、1950年結成という歴史ある合唱団で毎年の定期演奏会も大好評なんですが、うん、このところはコロナの影響で中止になったりしているようです。早くコロナ終わってね、もうなんか生歌声聞きに行きたいですね。そうですよね。さて今日お届けしています赤い靴、この歌は大正11年野口雨情作詞、元織長代作曲で発表されました。この二人は7つの子も作ったコンビでもありますよね。ですね。でこの赤い靴ね、はい、モデルがいたとかいないとかいろんな説がありますよね。そうですね。一般的にはモデルの母と子がいて、北海道の開拓農場に向かう際にお母さんがあまりに幼い我が子を連れて行けずに、アメリカ人の宣教師に養子に出して、その子のことを思う気持ちを歌っているとかですよね。その話知ってますね。うん、でその宣教師がね、アメリカに帰国するときですね、やっぱ連れて行くから、はい、今頃娘はね、アメリカで暮らしてるんだなとお母さんずっと思ってたけど、本当はね、なんか渡米直前に結核でね、横浜の施設に預けられたんだけど、9歳で亡くなっていたっていうのは悲しい話だったんですね、私って。そういうお話で昔ドキュメンタリー番組もあったそうなんですよね。はい、逆にそういう事実はないと反論する本も出たりしています。ね、うん、まあどんな、まあ、説があるにしてもですよ。まあ今僕の心に届いてるのはね、この哀愁に帯びたメロディーにですね、はい、まあ華やかだろうとね、憧れてた西洋をね、思わせるこの赤い靴のイメージですね。はい。
まあ、それかね、幼い頃にね、まあ、なんか、わからんうちどっか行っちゃったね、気になってたあの子がね、どこ行っちゃったんだろうとかいう思い出ですよね。まあ、そんな感じでいいんじゃないですか。ね、音楽を感じる心って人それぞれですもんね。ですね。うん、ただ、こうしたね、童謡が親から子へ、次の世代へずっと歌い継がれていけばいいなと思いますね。本当にそうですね。今日は童謡、赤い靴をお届けしました。それでは、また来週。こんにちは、田中愛です。阿部光弘です。今日お届けする一曲、牧場の朝。番組オリジナルの歌声で。阿部さんご機嫌。どうぞ。の朝、毎月最終週は番組スタッフの歌声でお届けしています。はい、FM 大分のスタッフさんとね、はい、綺麗な歌声ですわ。本当に聞かせてもらってます。そうですね。さて、この牧場の朝ですが、はい、昭和7年1932年に文部省の教科書に発表されました。その後1968年に NHK みんなの歌で紹介されたんですが、その時作曲はバリトン歌手で音楽家の船橋英吉さん、そして作詞は文部省唱歌の名義でしたが、今では新聞記者で随筆家だった杉村祖人館さんという方の作詞ということが定説みたいです。昔のこの著作権無視の、そんな時代のあるあるですね。そうですね。でこの歌、早朝の牧場風景が爽やかに歌われていますが、実は福島県の鏡石町にある岩瀬牧場というところがモデルで、鏡石町のシンボルソングになっているそうです。でもね、昭和初期にしておしゃれな歌詞ですね。ねえ、ポプラ並木とかね、羊とかね、牧道が笛を吹くとかね、スイスあたりのこう歌かと思ったら福島県だね。そうなんですよ、うん、というのもここは明治天皇の指示で誕生した日本でも古い西欧式牧場だそうです。明治40年にはオランダからホルスタインを輸入して、その際オランダから歌にも出てくる記念の鐘が贈られたそうです。すごい歴史があるね、これ。そうなんですよね。今は観光牧場になっているみたいなんですが、昔の牛舎やレトロな旧事務所もあって、日本の畜産の歴史も学べるようです。いつか行ってみたいですよね。行ってみたいですね、うん、まあまあ、こうしてね、昔から歌い継がれてきた唱歌や童謡っていうのは、今ので僕たちいろんなことを教えてくれますね、はい、未来の子供たちに、ね、ちゃんと受け継いでいきたいですね。本当にそうですね。今日は牧場の朝をお届けしました。それではまた来週。